改善を進め、日中関係を新たな段階へと押し上げていきたいと思います。我希望通过和这次李总理的方面和李总理深入的交换意见，使得此次李总理的访日取得，然后习近平国家主席的访日，我们要切实推动这样的深化往来。改善，そして発展は各国の期待に応えることにも応じ。可以说，中日关系前些年来啊，经历了风雨，走一段弯路。刚才我参加安倍首相这个举行的，私の年内の訪中、そして習近平国家主席の訪日、着実に始める。